3万人から切られたことある。一瞬で3万人を敵に回すっていう、最高じゃない。伝説が生まれた直後の伝説の大事件、2つのベルトを保持し、そして大合唱すると、ものすごい大合唱になるでしょうね。丸星から IWGP インターコンチネンタル、そして IWGP ヘビー級王座を手にし、史上初の2冠王者となった内藤哲也。プロレス史に燦然と輝く偉業を成し遂げ、大観衆との大合唱で締めくくろうとしたその時、全てをぶち壊したケンタ。多分今年は俺が主役の年になると思うし、それを印象付けたかったし、大合唱したかったんだろ、あいつらさせてやったじゃねえかよ、ブーって。ありがたく思えよ、お前ら。ロスインゴのファンは品がないっていう、殺すとか空気読めない、あれ空気を読んだからやったんだから。お前らが望むものは俺の望むものじゃないから、俺のプロレス人生でお前に何も関係ねえんだよ、黙って見とけよ。わずか数秒の行動で全てがひっくり返ってしまった伝説級の大惨事。東京ドームのメインイベントで勝利した人間しか味わうことができない空間を邪魔されたんだ。遊んでやるよ。一つの乱入で壊れてしまうほど、俺が作った伝説はやわなものではない。俺は防衛戦の先にあの男とのシングルマッチを見据えてますよ。バカチンガバカチンガ哲也。史上初の二冠王者誕生と同時に生まれた遺恨、戦いは伝説の向こう側へ。まあ結局俺が何が言いたいかっていうと、大阪のロスインゴファンはアホってこと。IWGP ヘビー級、 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合、挑戦者ケンタ VS 王者内藤哲也。